っています。泣いて笑ってつないだ手ってのはあったかいんだね。それすら気づけずに生きてたってことはもう言わないで。しょうがないって諦めたあの時の自分たちに何を伝えてないんだろう、何を語ればいいんだろています。泣いて笑ってつないだ手ってのはあったかいんだね。それだけを信じて生きてこ、それだけをまた信じてこ。